はい、皆さんこんにちはでございます。ということでワールドフリッパーやっていきましょう。今日は何をやっていくかなというところなんですけども、今回はお知らせが来ておりますので、そちらの方のお話をさせていただきます。よろしくお願いします。ということで、明日15日たくさんのイベントの方が来ます。皆さんもやっていくと思うんですけども、そのイベントに合わせてと言いますか、まあルインゴーレム上級だと思うんですけども、一番目玉っていうのが新キャラピックアップも来ますよということで、こちらの方デデデデデンということで出てきました。新キャラピックアップ明日、の12時から新キャラピックアップということなんですけども、4体のキャラかなが出てくるそうです。まだ全然見てないんですけども、一つずつ見ていきましょう。まあルインゴーレムということなので、氷の魔女サイファーということで、水属性多分これが一番強いんじゃないかなと思いますね。ルインゴーレム状況に合わせた適正キャラということになっていくんじゃないかなと思います。サイファーめちゃめちゃ可愛いですね。で、次ハローの魔導魔剣士モルミア闇属性、こちらも星5になっております。そして、めちゃめちゃこの顔が好きな飛剣の作詞アドーニ、これめっちゃ可愛いな。このね、口元がめっちゃ、これ男なんだろうな、でもきっと男なんだろうな。めっちゃ可愛いですね。あのインナーカラーがある人って結構好きなんですよね。こう中に紫色の髪を染めて、基本的に派手な髪が好きなので、中のね、黒髪の中にこう紫とか赤とか入れてる人はめちゃめちゃ好きですねっていう、この性癖をばらしながらやっていきます。これは雷属性でございます。ということで、牙を向く義属、ケイトということで、これは、風属性になっております。こちらの4体がピックアップということで、まあ皆さんね、まあもちろんサイファーを狙っていくんでしょうが、まあちょっとルインゴーレムの上級団、長級がどれだけ強いのかっていうのがちょっとね、まだ、やってみないとわからないというところなんですけども、ちょっとサイファーは必要になってくるんじゃないかなと思います。で、前々回にもうやることがないって言ってガチャぶん回して4000ぐらいあったんですけども、今、その石がね全然なかったんで、うわどうしようと思っていたんですけども、こちら、お年玉フリッパーという、まあ、まだギリギリ新春ということで、こちらの方で最後まで行くと1500石がもらえるので、まあ、ギリギリ1回引けるかなというところなので、ぜひぜひね、あと22時間しか、期限が1月15日の12時前までということなので、今のうちに、まあ、今日中にね皆さん回っておいて、そんなに難しいところはなかったので、もうぜひぜひこちらの方を回っておいて1500を貯めておくっていうのがいいんじゃないかなと思いますので、まあ急に来たんで結構みんなびっくりしてるっていう人もいたし、やることないやっつって俺みたいにガチャをぶん回した人ももちろんいると思いますので、まあ今のうちにねここで1500集めておくのもいいんじゃないかなと思います。ということで、特にお話しすることもないし、まだちょっとキャラのねどんな性能かっていうのはわからないので何とも言えないんで、今日はこれぐらいにしたいなと思いますが、皆さん何が欲しいかぜひぜひコメントの方もよろしくお願いします。そして明日ねまた、ルインゴーレム上級長級と、ガチャの方も分回して動画を撮りたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは短いですが、今日はこれぐらいにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。